こんにちは、山旅旅チャンネルです。今回紹介したいのはプラティパスです。プラティパス、まあいろいろありますけれども、プラティパスすごくシンプルな、水筒ですけれども、ちょっと手を加えるということと、意外と知られてない情報を今日お伝えしたいと思います。これ知っておくととても驚かれるというか、山の友達とかに教えてあげると喜ばれるかと思います。はい、まず一つ目ですけれども、キャップです。キャップ、純正のキャップはこのような白いキャップだと思うんですけれども、このキャップなくしてしまうこともあるかと思うんです。なくしてしまってもう使えないやって思って購入する方も少なくないと思うんですけれども、実はこのキャップ、このような普通に市販で売っているペットボトルのキャップと全く同じ大きさなんです。はい、これなので、このような形で蓋ができてしまうということを意外と知らない方多いのではないでしょうか。いろんなキャップでもというわけではないかと思うんですけれども、僕が試した中ではほとんどのこのようなペットボトルのキャップに、キャップを使うことができますので、蓋をなくしても残念がらずにペットボトルのキャップを使って引き続きお使いいただけるかと思います。一つ目はこの蓋についてのことでした。もう一つ目がこのゴムです。はい、このゴム何かと言いますと、ちょっと作ってみたいと思いますが、これですね、普通の輪ゴム、ゴムバンドというものですけれども、これ Amazon で購入しました。切り幅、ちょうどこの輪ゴムの幅ですね、この幅が若干太くできているものになっています。はい、何センチ、切り幅3ミリというふうにあります。切り幅3ミリで大体これくらいの太さです。皆さんがよく使っている、どこでも売ってるこの輪ゴムの切り幅と比べると幅の違いがわかるかと思います。なぜこの切り幅3ミリにしてるかというと、単純に耐久性のもの、耐久性ですね、耐久性を高めるために切り幅3ミリの輪ゴムにしています。で、これですけれども、このような形ですごく円の部分をこう短くここの部分で結びます。このような、このような形で普通に肩結びをします。はい、肩結びをしたら、なるべくこの結び目がちっちゃくなるように調整をします。あまり大きくなると取れやすくなってしまうので短くします。はい、こんな感じです。見えますかね、こんな感じでちっちゃく結びます。この結び目の部分をこのプラティパスのバルブ部分に入れます。ゴム結構伸びますので、もっとちっちゃくても良かったかもしれないんですけど、このような感じで、はい、見えますかね、結びます。それでキャップを閉めて、くるくるくると回しますと、この輪ゴム部分をこのような形で反対側に持ってきてバルブにかけてあげる。こうすることで使い終わったプラティパスをザックの中にしまうことも簡単ですし、このような
収納ケースにしまっておくのにも大変便利です。これは僕の友達の登山仲間の人がこれを実践していてすごく便利だなと思ったので真似をさせてもらいました。はい、こんな感じですね。こんな感じで巻いておけます。とても便利かと思います。このような感じで山たびたびではハウツー道具の紹介などをしていきたいと思いますので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。